在留カード読み取りアプリを公開、偽造確認が簡単に。先日、出入国在留管理庁が在留カード読み取りアプリを公開いたしました。こちらはパソコンとスマホで無料で利用できるものになっており、在留カードに保存されている情報を読み取り、表示することができるようになっております。現状、この在留カード、偽造が 相次いでしまっておりますので、この在留カードを使って身分確認を行っている方は、必ずこのアプリで本物かどうか確認していただくようにお願いいたします。まあ、ただ、このアプリはカードに保存されている情報を読み取るだけでございますので、在留カードが在留資格が有効かどうかは、 執行情報、紹介サイトを合わせて使用し、確認する必要がございます。繰り返しになりますが、この在留カード、残念ながら偽造が相次いでしまっておりますので、カードがあっても本物かどうかはわかりません。この読み取りアプリや執行情報、紹介サイトを必ず利用していただき、身分確認を 行っていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。